敵は身内です。こんにちは、ニュースプラス時事ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。さて、本日のテーマは、はい、こちらです。米国 FRB が韓国に無慈悲な回答、隣国の希望が粉砕され、ウォン暴落へまっしぐら。またやっちゃいましたね。止まらない韓国のウォン安は、ついに過去の金融危機や通貨危機のレベルにまで悪化してしまいました。韓国政府もあの手この手であがいていたのですが、さすがに晩酌尽きた様子です。頼みの綱はアメリカとの通貨スワップ協定ですが、アメリカにはそんな気はさらさらなく、だからといって韓国政府がそのような真実を馬鹿正直に話すはずもありません。ところが韓国の中には動揺のあまり先走り、かなり余計なことをした人たちがいるようです。今回はある韓国メディアがアメリカの FRB に対してあるお伺いを勝手に立ててしまったニュースを解説したいと思います。ご存知、韓国経済は今様々な問題を抱えていますが、目下最大の問題は一向に改善しないウォン安です。まあ日本も今の円安については人事ではないのですが、ウォンで言えば通常は1ドル1120ウォンあたりからが危険ゾーンだったはず。韓国は2008年に通貨危機に見舞われましたが、その時には1ドル1530ウォンというとんでもないレートまで落ち込んだことがありました。当時韓国は文字通り絶体絶命の危機にあったのですが、日本やアメリカが韓国と通貨スワップ協定を結ぶことで、なんとか首の皮一枚危機から逃れることができました。その後、ウォンのレートは徐々に回復していったのですが、しばらくは危険水域をうろうろし、ようやく危険水域を下回ったと安心したのもつかの間のこと。2014年9月に1001ウォンで底を打った相場は今度はウォン安に転じます。ちょうどその頃から韓国で問題視されていた若年層の失業や新興国との競争の激化、そして少子高齢化による長期的な景気見通しの悪化などが隣国における将来の懸念材料とされたのです。当時のパククネ政権はこの諸問題を解決できず、吊るし上げられた末に大統領の座を追われ、政権交代まで許してしまいました。そして俺に代われとばかりに自信満々、大統領の座をゲットしたのが期待の経済音痴、ムンジェイン大統領だったのです。元から親北朝鮮派だったムン氏、その無茶苦茶な経済政策に業を煮やした国民からは、彼は我が国を北朝鮮に差し出すためにわざと経済をボロボロにしているんだ、なんていう噂もちらほら見かけたことを思い出します。何にせよ、ダメダメな政権運営を背景に、ウォン相場はずっと危険水域のあたりをうろうろしていたのですが、そうこうしているうちにコロナ禍が発生し、韓国ウォンはますます見る影を失っていきました。それは大統領がユン・ソンニョル氏に代わっても変わらず、逆に悪くなる一方だったのですが、こればかりは構造的な問題なので、すでに手遅れ、すぐにどうこうできるはずがありません。となれば、勢い考えることはただ一つ。前回の通貨危機の時と同じ、日本やアメリカとの通貨スワップ協定ということになってしまいます。ただ、日本に対しては、いわゆる慰安婦問題、応募校問題、火器レーダー照射問題、ノージャパン運動など未解決問題が山積で、それに対して日本は韓国に対し一貫して、スワップがどうこう言うのなら、諸問題の解決策を耳を揃って持ってこい、話はそれからだ、などと伝えています。おそらく岸田首相も韓国側がそんな要求を飲むはずがないことくらい 100% わかっているはずですが、隣国も当然、日本に対して未だにスワップのことを持ち出せない雰囲気です。何かしら結界に似てますよね。対してアメリカはどうやら完全無視を決め込んでいるようです。そんなアメリカに痺れを切らした韓国は、今年9月の国連総会にユン大統領が直々に乗り込んで、バイデン大統領との直談判を決行したのですが、予定外だったこともあり、
結局ユン大統領がバイデン大統領と話せたのは50秒にも満たない時間で、ただ挨拶するだけで終わりました。そしてその翌日の9月22日にはウォン相場はついに1ドル1400ウォンの大台を突破したという流れです。ウォン相場が1400を超えたのはこれまでに2回だけ。それは1997年の金融危機と2008年の通貨危機だけでした。なのでこれはやばいと誰もが確信したと思います。2度あることは3度あると言いますので。韓国に戻ったユン政権はやはり打つ手がなく、引き続きアメリカ政府に鬼電するしかありませんでした。この頃になると韓国紙も一様に米韓通貨スワップについて特集するようになったのですが、まあその可能性がないことくらい今までのアメリカの態度を見ていれば明らかです。しかし1400ウォンという本当の限界を超えてしまった現在は、ちょっとした気の緩みで相場崩壊が起きるかもしれません。こうなるとかえって何もしない方がまだマシなのかもしれませんが、韓国側としてはとりあえずは国民の目がすごいため、今は泳がなければ死んでしまうマグロのような状況といったところでしょうか。そんな中、韓国政府の金融部門は9月26日、スワップについてはアメリカ政府と情報交換中という何とも弱々しい発表を行いました。実際、いくら韓国からアメリカにリクエストを送っても、スワップはアメリカの FRB が主導権を握っており、韓国はその返事を待つくらいしかできることはありません。しかしそうこうしているうちにウォン相場はさらに下落し、もはや悪夢の1500ウォンも目前です。一体アメリカは来てくれるのかくれないのか。プレッシャーに耐えかねた韓国のテレビ局 SBS がとうとう FRB に直接質問状を送ってしまいました。質問は4つあったそうですが、 FRB は意外にも割に丁寧な返事をくれたそうです。その内容は韓国でも発表されていたのですが、以下韓国からの質問と FRB の答えを順に見ていきたいと思います。質問1、アメリカは EU や日本のような準基軸通貨国以外の国と常時通貨スワップ協定を結んだことがありますか。これくらい自分で調べられるはずですが、FRB の答えも当然ノー。質問2。もし韓国と同じような規模の国が為替レートの不安を理由にアメリカと常時スワップをしたいと言ったらしてくれますか。なんとも回りくどい質問ですが、こちらについてもアメリカの返事はすげなくノー。だってダメに決まってますよね。そもそも常設スワップは通貨の流動性を潤沢にするために行われるものなのに、レートが不安な国をわざわざ入れるはずがありません。ましてやと、これ以上は言う必要はありませんよね。質問3、では一時通貨スワップではどうですか。最初からそう言えよという質問だったのですが、こちらも当然の繰り返しになりますが、アメリカが通貨スワップ協定を結ぶ目的はあくまでドルの流動性を市場に供給するためです。特定の国が困ったからといって、その時に急いで結ぶようなものではありません。質問4、アメリカドルが上昇して世界の為替市場が不安定化している、アメリカはどんな手立てを考えているのか。最後の質問ではいきなり切れてしまったようですが、質問の時点ですでに切れるのもある意味さすがだと思います。FRB はこれについて、為替スワップが流動性供給装置だという従来の説明を繰り返した上で、次のような一文を添えました。為替政策は財務省所管なので、そっちに聞いてください。無視されなかっただけマシだと思いますが、実はこれこそが韓国にとってとても都合の悪い返事だったと言えるでしょう。なぜならアメリカのイエレン財務長官は、為替レートは市場が決定すべきと繰り返し公言しており、どう転んでも財務省が FRB に働きかけてくれる可能性はゼロだからです。今まで韓国側がウォン安の責任追及をかわすのに使っていた米韓通貨スワップのカードがこの時点で消滅したということですね。ご愁傷様でした。進んでいくウォン安に対し、韓国側には状況打開の方策が何も見つかっていない様子です。
今回はそんな中、聞かなくてもいいことを聞いてしまい、案の定自爆してしまった韓国メディアの話題を取り上げましたが、ウォンの値下がりは今更なので、これからさらに下がったところでこの返事のせいではないでしょう。日本を振り返ってみると、今日本も政府が介入するほどの円安に悩まされてはいるのですが、さすが安全通貨と言われる円だけあって、明日相場がクラッシュするようなレベルではありません。今回の韓国メディアの動きは、ただでさえ白票の上で身動きができなくなっているというのに、その足元を自ら叩き壊しているのですから、なんとも救われないですよね。韓国ウォンについても時々ですが追ってみたいと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。皆様のご意見、ご感想お待ちしています。たくさんのご支援やコメントはいつも私たちの励みになっています。それではまた次回お会いしましょう。さくらでした。